あっちどっちそっち ADS。 さてここからの時間はゲストをお迎えしましてお話を伺ってまいります。今回は伊賀の里もくもく手作りファームについてお話を伺ってまいります。では早速自己紹介からお願いいたします。はい、伊賀の里もくもく手作りファーム広報の浜辺です。お願いいたします。はい、浜辺さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれどももうね多くの方ご存知の方も多いとは思うんですけれども伊賀の里もくもく手作りファームってどんなところなのか教えてください。はい、伊賀市の北の方滋賀県寄りなんですが、はい、農業と酪農をしております、はい、そして農産加工品手作りの工房がありまして、いろんな商品作らせてもらって通販もご用意しております、はい、そしてもくもくファームの園内、うん、農業公園になっておりまして、10時から16時30分までは皆様お越しいただいて、はい、レジャーとして遊べるスポットですね、はい、農業体験や手作り体験、レストランや温泉、宿泊もあります、はい、そうなんですよ。もうとにかくね、いろいろともジャンル多彩で本当1日遊んで食べて、ね、過ごすことができる場所ということですし、あの食材なんかも本当にこだわりがねあのすごくあって、はい、でいろんな、ね、こう通販とかでも本当全国の方に大人気なんですよね。そうですね、うん、安心に召し上がっていただける美味しいものをご準備しております、はいはい、私も大好きでよく利用させていただいておりましてはい、もうあの出かけさせていただいても本当バイキングとかもとっても美味しくてねもうどれをとっても美味しいので何食べようかなっていうのすごいいつも悩んだりしてそうですね、バイキング60種類のメニューが並んでいるので皆さん大変何回も取りに行って楽しんでもらってます。そうですよね、はい、でこれから夏を迎えるということで、はい、どうでしょうか。夏に特に人気の遊びだったり夏の工作体験等は何かこう予定というのはあるんでしょうか。はい、まず夏休みに向けて、まず夏遊びとしてはイカダに挑戦、はい、イカダ池があります。イカダに乗れたり、あとザリガニ池ではザリガニ釣りですね、うん、はい、そして夏の工作体験としましては、うんうん、風鈴やうちわに絵付けをつけて皆さんに涼しくなってもらおうというものがあります、はいはい、いいですね。こうね、やっぱ夏といえばというところでそういったね、はい、風鈴の音なんかもすごく癒されますもんね、うん、はい、でオリジナルものを作っていただくことができるというわけですね、はいはい、そして、こういろんな工房というのもねこのもくもくファーム内にありますけれども、はい、そちらのご紹介も少しお願いできますか。はい、今日もちょっとたくさん持って壊させてもらったんですが、はい、パン工房や地ビール工房、はい、ハム工房やウィンナー工房ですね、うん、はい、そしてですね、ジェラート工房で、はい、ジェラートなんかも、今回はですね、はい、新商品として美味しいのが出ました。はい、じゃあちょっとせっかくなんで、はい、あの持ってきていただいたものをちょっとね、お見せいただきたいなと思うんですけれども、はい、こちらなんですが、はい、生搾りもくもくジャージー牧場のジャージー牛乳のミルクそのまんまのジェラートをご準備しました。はい、これせっかくですので、はい、ちょっといただいてもよろしいでしょうか、はい、ね、スプーンまで持ってきていただいたということなんですが、めちゃくちゃミルク味なのでめちゃくちゃミルク味ですね。はい、はい、今これあのパッケージもとってもね可愛くってこのね、うん、牛さんの絵がたくさん描かれてまして、ちょっとこう牛さんの何ですか豆知識的なことも書いてあったりして ね、 そうですね、はい、とっても面白いんですけれども、はい、はい、早速いただきたいと思います。暑い毎日ですからね、冷たいものが美味しいですが、はい、いただきます。あ、もうジェラートこれ口に入れた瞬間にポワッとシュワーってポワッいい感じにシュワッて溶けるんですけど、はい、すごい濃厚ミルクがミルク今そのまんまです、ね、はい、口の中で今溶けて、ね、あの後味が残ってるんですが、うん、まさにミルクをそのままこう飲んだかのような、そうですよね、はい、濃いミルクの後味がすごくしっかり残ってて、はい、美味しい。これで夏バージョンでちょっとあっさりした仕上げにしております。なるほどね、はい、見た目的にもねこんな感じで、はいはい、ちょっとこうね、柔らかい、もう本当にこれさっきねあの冷凍してたものを持ってきていただいたんですが、うん、スプーンですくっても柔らかくてね食べやすいですけれども、はい、うん、やっぱりこれさすがですよ、もくもくさんのミルクの濃さが、はい、今回あの夏のお中元で一番人気になりました、うん、でしょうね、やっぱりね、はい、夏のお中元にこれもらったら喜びますよ皆さん、はい、お中元特設、はい、あのギフト展示場で、ね、はい、これを選ばれる方がやっぱり一番多い。そうですか、これ新商品ということで、はい、そうなんです、はい、持ってきていただいておりますけれどもね、はい、夏の新作ギフトということになっております。はい、はい、でその他にですねこの夏皆さんになんか召し上がっていただきたいなっていう商品等々はありますかね。はい、はい、今ですね、限定で、はい、かわいいですね、うん、
このお肉のケーキと言われているものなんですが、はい、豚さんのちょっと可愛いパッケージにしてみました、はいはい、これ焼いて食べていただくと、もうそのままのお肉のお味がお楽しみいただけるような新商品が今回は出ております、はい、これあのパッケージがもう本当に豚さんそのものがこう描かれていまして、ね、この形も豚さんになっててとっても可愛いんですけれども、あのもくもくさんの商品って本当にね、あの味ももちろんなんですが見た目的にもこう可愛らしい商品がたくさんあって、そうですね、定番でグルグルインナーっていうのは、はいはいはい、もう大好きですよ。それもいっぱいあったんですけども、うん、はい、これに代わる新商品のこの豚さんのケーキというお肉のケーキですね、はい、ご準備しました、はい、もう大きなねこのグルグルウインナー、これもまあおなじみの商品というところではありますが、うん、今回この豚さんが書かれたというね商品もお持ちいただきましたけれども、うん、はい、これもなんかお子さんとかもすごい喜んでいただけそうですよね。はい、うん、おばあ様がね、うん、お孫さんに送ったりとかいうのにこれを選ばれる方が多いですね。なるほど。でね、はい、食べてもしっかりお肉の味わいがしてっていうところで ね、これもぜひこの夏皆さんに召し上がっていただきたいと思います。はい、であの工房の方今ねあの少し先ほどお話しいただいておりましたけれども、はい、いろんなこう体験ができるよっていうことなんですが、実際にこう商品を作っていただくっていうこともいろいろできるんですよね。はい、はい、まず手作り体験教室、うん、ウインナー作ったり、はい、パン作ったりがあるんですが、うんうん、まず夏限定ではブルーベリーのブルーベリー摘みっていうのが開催されるんですが、はい、それに合わせてブルーベリーのタルト教室やブルーベリーのジャム作り、はい、そしてブルーベリー の、あのパフェ作りなんかも今回はパフェまで作っちゃえるご用意しております、はい、いろんな、ね、この素材を使って皆さんに実際作っていただくことができるっていうね、はい、こともありますので、ぜひこちらもね参加をしていただけたらなと思います。で、これからその夏休み期間というとお盆も迎えることになりますけれども、はい、お盆のあたりというのはどうでしょうかね。はい、お盆はですね、うん、限定で夜ですね、はい、こうお祭り屋台のようにこうヨーヨー鈴すくいだったりとか、はいはいはい、ユース済みの屋台が出るのと、あとはですねお盆限定で、うん、肝試しがもくもくもとっても暗いので、はい、そこ提灯を持ってですね、お札を集めに行っていただくんですが、はい、お子様は当然大泣きなんですが、はい、大人の方もお父様も半泣きで帰ってしまいます、うん、めちゃくちゃ怖い肝試しです。ちょっと気になりますね、はい、あのもくもくファームの中私も昼間しか当然行ったことがないので、はい、その夜の園内を提灯を持って歩くって、ね、どんな感覚なのかなってい いうのが今あんまり想像できないんですが、お化けに遭遇するんです。そうですか、はい、結構本物の怖さをさ、そうですね、もう園内キャーキャーがすごいすごい声で泣いてらっしゃるお子様も毎年人気のお盆だけの肝試しになります、はい、そうですか。じゃあそちらもぜひねあの皆さんご参加いただいて、はい、大人の方も十分楽しんでいただけるものになってますからね。はい、はい、でその夏といえばやっぱりね屋外でバーベキューとかっていうねレジャーを楽しむ方も多いと思うんですが、もくもくファームさんの方ではどうでしょうか、バーベキュー等は。はい、まず夜はですね、うん、はい、夜のビアガーデンがいいです、ね、この夏休みだけはやっておりまして、うん、はい、でオーダーバーベキューという仕組みでですね、はい、お好きなコース3タイプ選んでもらって、そこがそのコースの中からもう好きなだけ追加料金なしで食べていただける、とっても人気のお得なメニューになっております、はい、すごくお得。そのベースのコースだけ選んでいただいたら、はい、追加料金なしでそこを食べ、はい、ね、どんどん食べていただける。3タイプあるんですが、うん、お肉、豚肉のセットコースが、はい、うんうんうん、ウインナーのソーセージのついた豚肉と2つ食べられるコースが、はい、もうそれにまたプラス、はい、黒毛和牛もついてくる3タイプから選んでもらえるようになります。じゃあ皆さんね、あの食べたいものを選んでいただいて、はい、ね、召し上がっていただくことができるということになっておりますので、まあ、暑い夏はやっぱりビール飲みながら美味しいお肉食べて、そうですね、黙々の地ビールと、うん、はい、あとはノンアルコールビールもかなりクオリティが高くて、高いですよね、アルコールの、あの入ってないのに、はい、ビールが味が楽しめるので、うん、はい、運転手さんでも大丈夫かと思います、はい、私あのもちろん地ビールもいただいたことありますし、はい、以前あのノンアルコールのビールもね実際いただいたこともあるんですが、もう本当にどちらもやっぱりねもうこだわりがすごくって、ね、味がやっぱりしっかりしてますよね。今日、ね、持ってきていただいてるんですよね。そうですね、この夏のピルスナーという限定がちょっとですね、はい、夏バージョンにすっきりした味わいにしております、はい、なるほど。だからその季節ごとにどうしたらね、はい、あの皆さんによりこう美味しく召し上がっていただけるかっていうところも、ね、製造の中ですごく考えていらっしゃるわけですよね、
はい、この夏のピルスナーってね、もうよくこれ今冷えてますので、もうすぐ飲みたいなっていう感じもありますけれども ね、ぜひこちらの方もね、召し上がっていただきたいなと思います。はい、そして、この夏というところでどうでしょうかね、先ほどブルーベリー摘みのお話というのも少しね、制作の前に出てきましたけれども、はい、ブルーベリー摘みというところでいくといかがでしょうか。はい、8月限定なんですが、もくもく3種類の、ブルーベリー育ててます。はい、ホームベルト、ウッダードとディフブルーという3種類が食べ比べができます。で、食べ放題ではないんですが、お土産も積んで持って帰っていただける、はい、ブルーベリー摘みになります。はい、ブルーベリーも3種類あるということで、はい、なんかやっぱ品種ごとにそのちょっと違いとかっていうのがあるわけですよね。そうなんです、まずホームベルっていうのはちょっとちっちゃくて小ぶりのブルーベリーでして、見た目でとっても違いがわかるんですが、そしてウッダードというのは、酸味と甘みのバランスがとってもよくて中間ぐらいの大きさですね。で、すっごく大きいのが、こちらがディフブルーという、でもう食べたらゼリー状になっていて、ゼリーみたいに甘さの乗った、とっても大きなものの3種類が見た目で区別できるので、お好きなものを積んで持って帰っていただけるようになります。ちょっとなんかゼリー状になってる、続きになりますね。でも美味しいですね。なかなか皆さん食べる機会がないかもしれませんのでね、はい、この機会にちょっとその品種の違いというのもね、知りながらまたブルーベリー摘みを楽しんでいただくといいかもしれませんね。はい、でそれを先ほどご紹介いただいたように実際こうタルト作ったりとか、あとはそのパフェを作ったりとかっていう体験とかっていうのもできるようになっていると、はいはい、いうことなんですが、その体験に参加するためにはやっぱり事前の申し込み等も必要になるんですよね。はい、まずホームページからお申し込みいただけるのと、はい、お電話でも受けたまわっております。はい、そしてですね、その時当日来てもらって、で参加したいわという場合は、空いていることもあるので、なるほど、その時にお立ち寄りいただいた時にお問い合わせいただくこともできます。じゃあ今日ちょっと時間あるから行ってみようかなと思った時に、空いてればそこ参加もしていただきますので、受付してはい、はい、ですのでね、ぜひ現地でもお尋ねいただけたらなと思います。はい、わかりました。まあ、夏もいろんなこの体験ができたりとかね、実際にこう遊んでいただくことができたりということで、もう本当内容盛りだくさんになっております。もくもく手作りファームなんですが、伊賀の里もくもく手作りファームへのアクセスの方法というのを少し教えていただけますでしょうか。はい、伊賀市から名阪国道にまず乗っていただいて、そして名古屋方面に向かっていただきますと、三分野というインターがあります。その降りた降りまして、北方向、滋賀県に向かって10分で到着です。はい、ね、本当は三分野インター降りていただいて、もうずっとまっすぐ北の方に行ってね、ちょっと一つ折れていただいたらもうすぐに、着くこともできますので、ぜひね、駐車場もたくさんありますからね、はい、お越しいただければと思います。で、詳しい情報をもっと知りたいわという方はどのようにすればよろしいでしょうか。ですね、お電話の方でお問い合わせいただくか、ホームページ黙々と検索していただくとアップしてまいります。はい、お電話の方はどちらになりますでしょうか。はい、申し上げます。はい、0595-43-0909、 こちらは9時から5時までお電話受け止まっております。はい、0595-43-0909ですね。はい、こちらの方までお電話でお問い合わせいただければということです。はい、で今日ね、たくさん他にもちょっと商品持ってきていただいているので、せっかくですから残り時間ちょっとご紹介いただければと思うんですが、はい、まずですね、一番人気のパンのこちらがですね、もくもくスペシャルブレッドというパンですね。もくもくスペシャルブレッド、こちらくるみが入ってたり、黒豆の入った、ずっしり重いパンになります。はい、本当にこれ ね、今私持ってるんですが、結構ずしっと重みがありまして、食べ応えもねあって、小麦がやっぱりまたこれねこだわってらっしゃるというので、すごくパン美味しいんですよね。そうですね、こちらも人気で、で、あとはブルーベリーの8月、夏に向けてのブルーベリーパンも出ております。はい、ブルーベリーパン、これ相当ブルーベリー中に入ってますよね。とっても、ブルーベリーのジャム、美味しくなっております。はい、ブルーベリーのジャムもたっぷり使われたというね、ブルーベリーミルクパンもございます。はい、そしてですね、こちらもまたこの夏に出たジューシーステーキソーセージ、焼いて食べていただくものですね。こちらもお土産に人気の、パッケージも可愛いので、こちらもこの夏に出たばっかりのものになります。はい、これ確かに初めて見たなと思ったら、この夏出たばかりということになります。はい、そして、はい、そしてですね、こちらはお土産として人気なのが、可愛い豚さんの焼き菓子ですね。はい、こちらのパッケージの箱も可愛いので、こちらお土産にされる方がとってもいらっしゃい
いや、これはね、もらったら喜びますよ皆さん。パッケージがもうとっても可愛い豚さんたちがたくさん描かれてまして、あのもくもく手作りファームの中のね、これなんて言ったらいいですかね、あの郵便のね、あのバッグを持った豚さんもいるんですけれども、この子も描かれてまして、はい、たくさんねイラストもとっても可愛らしくって、で中のこの焼き菓子なんですけれども、これも見た目がこれまた豚さんになってるんですよね、はい、ここもすごくこだわってまして、これも人気ですかやっぱり。はい、今回はこう可愛い感じのパッケージのものも多いので、お土産のものでたくさんご用意がしています、そうですね、お土産にも本当に喜ばれる商品になっておりますからね、はい、ぜひあの皆さんもご自身のお土産もたくさんやっぱ買いたくなりますけれども、はい、持って帰っていただくお土産というところにもね、おすすめの商品がたくさんございますので、ぜひチェックしてください。もう結構お店の中もだから皆さん買い物たくさんされてる感じじゃないですか。そうですね、カゴにいっぱい、そうですね、あとはですね、ジャージーミルクスタンドというところで、はいはい、このジェラートなんかも、ソフトクリームと一緒に人気になっておりますので、はい、こちらも夏だけ限定でジェラート楽しめるので、はい、ぜひ現地に来た時もこのカップ入りじゃないジェラートも楽しみいただけます、はい、ソフトクリームもね本当にあのミルク感たっぷりして美味しいんですけれども、うん、先ほどいただいたこのジェラートも本当にミルク感がしっかり味わえますからね、もう食べた後もやっぱ口の中にこのミルクの味わいがしっかり残るというね、とっても美味しい商品になっておりますので、ぜひ皆さんも一度ご賞味いただきたいと思います。はい、まあ、これからこの夏休みに入ると結構やっぱ遠方からも多くの方がお越しになりまして、はい、園内かなりにぎわいますよね。そうですね、うん、このお孫さんとかお子さんがお家に、はい、おばあちゃんのお家に帰ってきた時とかに連れてきたい場所、ナンバーワンに選ばれてますので、わかりますわ。でもぜひ夏休みは3世代で来ていただいたり、お楽しみいただけるかと思います、はい、うん、ね、やっぱりお子さんとかお孫さん連れて行きたいというのと自分も行きたいっていう、そうですね、そうそう、美味しいものもたっぷりあるので、ですよね、だからその思いっていうのも多分ね、皆さん持たれてると思いますので、はい、ぜひね、この夏もくもく手作りファームでいろんな思い出作っていただければと思います。では最後に今ラジオをお聞きの皆さん、テレビをご覧の皆さんに向けて浜辺さんからメッセージをお願いいたします。はい、夏暑い中ですが園内ではですね、たくさんのイベントも開催しておりますので、ぜひですね皆様でお越しになってください。はい、ここまでは伊賀の里もくもく手作りファームにつきまして、浜辺さんにさまざまな旬のイベント情報をご紹介いただきました。浜辺さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あっちどっちそっち ABS